東京駅から新幹線で1時間ちょっと、ここ越後湯沢で在来線に乗り換えます。魚沼盆地のど真ん中、戦国時代の城跡が今でも残る坂戸山です。登山口を出発、片栗群生地を登っていくと3合目の一本杉、大きな杉が目立ちます。ここから急斜面つづら折れをひたすら登ると坂戸城の屋敷があった桃の木平、広い平坦地です。ここより一等速で山頂、360度の展望が開けます。小次郎大次郎へは花の道、のんびり行って戻ります。下山は薬師尾根、4合目まではほとんど階段の急な道、たくさんの花々と展望に慰められて下ります。最後は満開の桜のトンネルをくぐって下山口です。おはようございます。今6時20分、ここは新潟県の六日町坂戸山ですね。今日はこのお山にお花を見に来ました。1日かけてのんびり歩きたいと思います。では出発します。麓には神社さんもあります。反対側には大きなトイレが完備されてます。片栗です。たくさんの片栗、こちらは坂戸城の家臣の屋敷跡ですね。ここも屋敷跡なんですけれども、ここら一帯片栗がすごい。まだ朝早くて開ききってませんが、片栗と道の区援護作の群生地ですね。すごい。道の区援護作、水色の種類と源氏の種類がありますね。ここもすごい。菊崎一芸が花びら閉じてますね。こちら桜ですね。この上にも桜があります。桜がたくさん咲いてます。そしてこちら六日町の市街地ですね。坂戸山でイカリスを初めて見つけました。花がまだ咲いていないつぼみなんですが、もう少しで咲きそうです。大岩鏡、三枚羽の下が小さい。このぐらい、とても小さな花です。時間も8時近くになってきて、だいぶ登山者も増えてきました。ここは一本杉ですね。大きな木です。割れ目にコンクリートを詰めてるんですね。こちら白坂遊歩道ですね。太陽も昇ってきたし、では
3合目出発します。花も葉っぱもスビレの中では大きい種類のスビレです。スミレ最新。援護作ですね。そしてカタクリが開いてきましたね。菊崎一芸も開いてきました。太陽が出てくるとお花も元気になってきます。東一芸と菊崎一芸が混じって咲いています。違いがよくわかります。葉っぱの切れ込みが多数あります。こちら切れ込みがあまりありません。大きな葉っぱです。こういう葉っぱです。少し青みがかった色しています。菊崎一芸真っ白な花びらに数が多いです。こちら東一芸です。この辺りはカタクリがすごい。斜面地面にカタクリです。5号目です。これぐらいの大きさです。だいぶ登ってきましたが、まだつづら折れの急斜面が続きます。標識がありますね。7号目ですね。はい、こちら分岐ですね。この森の上が坂戸山山頂ですね。あと普通に歩けば2、30分ってところでしょうか。この辺雪がたっぷり残ってます。だいぶ登ってきました。眼下に六日町の市街地です。平からうっそうとした森の中に入ります。こちら右行くと水場跡とありますね。この急斜面を登ります。9号目出てきました。八海山中岳。そしてこちらが金城山巻き畑。はい、もう少しで山頂です。
8合目があるから、あっちからこれできちゃうから。では小次郎、大次郎と参ります。今立ってきました頂上ですね。登山道脇にタムシバがきれいに咲いていました。オオカメの木咲き出したばっかりみたいです。ここは小次郎ですね。カタクリがすごいですが、カタクリ目出してからだいぶ時間が経つようで、もうおしまいですね。ひょろひょろしてます。
大城への最後の登りですね。頂上バカマがすごいなあ。ここはたくさん咲いてます。すごい。今日は土曜日なので人がたくさんいます。はい、坂戸山山頂戻ってきました。おお、さっきと比べると人が全然いない。では下りはこちらの尾根を下ります。向こうに苗場山、そして六日町の市街地が綺麗ですね。はい、では参ります。ここの尾根、とても気持ちのいい下山路です。素晴らしい展望です。8合目ですね。はい、ここは分岐のあるところですね。南側登山道から登ってくるとここで合流して山頂。ではうちらはこちらへ引き続き参ります。はい、この下山道岩内輪だらけです。すごい。こちら、この下、岩内輪、すごいです。ここも岩内輪だらけ。7合目まで降りてきました。岩なしですね。たくさんこれも岩なしがお花つけてます。来た城山登山道と違って野生尾根で急峻です。こちらを登ってくる人は大変そうです。だいぶ下ってきました。ここも片栗すごい。ここの桜もすごい綺麗です。高新塔ですね。薬師尾根登山口、朝はこれをまっすぐ行きました。朝の6時に宿を出て今4時5分です。今日もたっぷり山歩きを満喫させていただきました。どうもありがとうございました。あー、楽しかった。